はい、皆さんこんにちは、ちでございます。88のマカからやっていきましょう。地図見ていきましょうね。まずまっすぐ2歩、ドクロと、まあドクロはねやってますからいいですけど、これ固定かな。いってドクロ魔法使うの。はい、で松明いいですね。セーブしときましょう。でまだまだいろんなもんが落ちてますので、まあここにボスいないので、ボスいないよね。うん。秋姫、16番に秋姫がいるんで、あ、まあとりあえず最上階に上がれということですね。まあ最悪はあの大土があるのでぶっ壊してもいいと思います。うん、大土結構拾ってるでね。はい、牛鬼、牛鬼さんね、牛鬼さんよけましょうか。1匹だったらやっつけましょう。お、1匹だ、やっつけよっか。でもヒットポイントがやばいな。勝てなかった。よし、で食料が落ちてました。セーブしておこう。勝てないか牛鬼にも。でここに階段があるんです。でもうここの階段登る必要があるのかなと。どこに行くんだろうねこの階段、ちょっとわかりませんね。ちょっと降りてみますか。降りてどこに行くのか。あ、そうだ、リンクつけてくれてんだ、ここの主さん。あら、あ、つけてない。ついてなかったね。ついてなかったので、どこに行くのか。まあ、色はね、合わせてくれて貼るのでね。あ、ここに行くのかな、ひょっとすると。一遍登ってみましょう。で、一本ズドーンって一本道だった。ああ、ここに出るんだね。あー、ここにはね、7番があります。7番、8番。いや、8番、あ、8番も手に入るね。7番、8番が手に入りそうです。いや、入んない。いや、入る。うん。7番、8番って何か。象牙の櫛と真珠鎧。おお、あ、違うわ。あ、香炉と櫛だから取りに行った方がいいか。取りに行きましょう。逃げながらね。セーブしましょうね。うん。で、あ、いきなり来たね、ドクロ。また撃ってくんでしょうね。あ、一匹か。やっつけよう。固定だろうからね。勝てるかい？あ、勝ったね。はい、お金10両安いね。座禅組みましょう。セーブ先しないといけないんですよね、本当はね。で、ダメージ減らしていきましょう。うん、ダメージ減りました。で、セーブしておきましょうね。はい、行きましょう。何してんの？はい。はい、ドクロと出会っちゃいました。はいはいはい、と。行きましょう。うん。で、トン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 。で、カード出てくるでしょ？あ、ここ、ドクロだらけなんだね。一匹だったらやっつけよう。あー、ポイズン食らっちゃった。あー、しょぼかったな。装着。道具。これね、魔法でね、出てもね、しばらく買い物に行けないんですよね、これね。毒ダミ9個しかないからね。ちょっと、あれだね、考えないといけないね。ドクロだからといって、ドクロで毒ってどういうことっていうのもあるんですけどもね。で、これ右向いていきましょう。で、食料落ちてたでしょ？セーブしときましょう。もう逃げましょうね。うん、軸ずらして逃げましょう。あぶね、あ、一発当たったか。味方同士とにかく撃つようにしてんですね。はい、食料落ちてました。いや、セーブしときましょうか。食料拾ったからね。で、はい、はい、青にね、はいはいはい、と逃げましょう。よいしょーと。一匹でも青には儲かにならないね。儲けにならないで逃げましょう。あ、青100名ね。逃げましょう。これも毒食らったもんね。ああ、そうだ。飛び道具使うんだ。
やつはね。はい、はい、右向いて。結構ね、マップ手抜きが多いかなっていう気がしますね。何かしらトグロばっかり巻いてるメールが多い気がしますね。まあでも幼稚園の頃ね、よくあの校庭というか園庭かな、園庭で先生というかね、保母さんだと思うんですけど、よくあのトグロを書いてましたね。でトグロを走って、あの中にぐるぐる回ってて、今度逆のトグロで出ていくっていう、あれめちゃくちゃ楽しかった記憶があるんですけどね、私幼少の頃、幼少で、すんごく楽しかった記憶があります。で、右向いて一歩出ると、翡翠の航路、あ、航路、鱗じゃなくて航路ね。でさらにここ行くと、お、赤鬼、いや、これ仕込まれてる赤鬼じゃないな、多分ここにも何かあるはずなんです。セーブしとこう。こう、あれ固定か、これ。おや、ここ3番なんで何かあるんですよ、確かね。もうここ3番だ。何かあるんですけど、倒さないといけないのね、赤鬼を。3番ってなんだろう、くったらないもんだと思うんですけどね。お金ですわ。もう言い方に悪意あるあるね。え、くったらないって言ってますもんね。小さいつ入れてますからね、くだらないの中に。もうほんとね、まあこれ作られてた方は皆さん年上だと思うんですけどね、目上の方だと思うんですけど、もう本当にと。はい、よいしょ。で亡霊ね、これもまあまあ差し込まれてる敵だとは思います。やっぱり来たか、やっぱり来たか。2発食らっちゃったね。でこういって、まあ、唯一のあれだね、このゲームの救済措置だね、必ず逃げれるっていうのがね、絶対逃げれるっていうのが救済措置です ね。絶対逃げれるのが救済措置ってどういうことってなるんですけど、痛いな、またこれ。でこういって、そろそろセーブしておきましょうか。私も実況してて、私ね、こんなこと言ったことないんですけど、あと7分取れば終われるんだって今思ってますもんね。あ、もう残り何分だねとかいうのはあるんですけど、あと7分取れればこの地獄から抜けれるって今週分ね、思っちゃってますもんね。で、あ、そうか、亡霊を1匹でもダメですね。でここで、あ、間違えちゃった、固定じゃないよ、今の亡霊。で、そうだね、8があるんですよね。どこで出てきて。いいで。で、セーブしておきましょうか。寝ちゃダメ、ここ絶対出てくるからね。はい、青に。しばらく出てくるんだね、これね。ということは、あれかな、青鬼倒さないとアイテム手に入らないのかな。あ、入んないね、ここね。ここに2番なので、お金かな、お金か食料があります。だから重ねられてる敵はあれだね、やっつけないといけないんですけど、ちょっと嫌だね。はい、あ、そうか、しまった。どこ出てくるとこだ、固定でやっちゃってた。あ、でもよかったね、逃げれました。で、T 字路だね、これね。あら、どこだ、これ。こんな T 字路あったっけ。ちょっと待ってね、どんついたね。あ、抜けてきたのか、これ。分かった。これはちなみにワンダリングです。いいで。で、あ、また戻ってきたんだ。ああ、そういうことね。また逃げて、
逃げてきちゃったんで、逃げて方向分かんなくなっちゃったんだね。開いたー。で、あ、間違えちゃった。これね。あ、そっか、ここドクロ固定なのか。あー、いでででででで、でまあ1しか食らわなかったね。あ、で、こうか。で、ここだ。あー、で、ドクロ仕込んでんだ、ここに。では私、次のドクロでもまた来る。おし、やっつけるぞ。一匹だったらやっつけるよ。これもう仕込みどころだからね。はい、あ、セーブ先しちゃったけど、まあいいよね。はい、じゃあ全組んで、でもう一回出てくる。あ、いや出てこなかったね。おお。でここ、あ、100目ね。よいしょ。あ、2匹だったら勝てたかな。でここでドクロね。またドクロ多いな。金にもならないのに多いからね。あ、やっつけよっか。ここ固定だろうから、この体力あったら勝てると思うんです。うん、勝てたでしょ。まあ勝てたね。うん、セーブしましょう。で、これ左も右も行った方がいいんですね。8番があるんで、2つとも8番があります。あ、ここはそれだけなんだね。ここはそれだけです。もう他に階段があったりとかないですね。はい。はい、食料落ちてました。あ、食料増えてってね。で、右曲がって、あ、ちょっとセーブしておきましょう。で、まだこのトグロです。お、ちょっと待って、あ、そうかそうか、出てくんのかこれ。おー、そうか、これ分かり道あるんだ。いいでででででで、はい。でこれを曲がって、あ、食料落ちてました。あ、食料増えてきてんね。あ、なんで食料増えてきてんだろう。もう落ちたの拾ってるの分かってるんですけど、落ちてる食料ってしょぼいんで基本。結構増えてるのは、ひょっとして私、本当に食料減らなくなっちゃった？リセット入れたら、いや、やんなくて、あー、顔に来ちゃった。やばい。あっぷな。あ、顔に来ちゃったよ。そうか、食料減る数が極端に減った？消耗がね。で、これ入って右手に行くと、ん？アイテムない？あ、増減の櫛。あ、増減の櫛の座標1個間違えてるね。で、ここに何かがあることになってます。で、増減の櫛はここで拾うことになってますね。ちょっとさっきは、座標1個南だったんで、あら？ごめんなさい、私が間違えてました。私の頭の中が歪んでた気がしますね。そうだね、ここでお金拾ったので、あ、合ってるわ。で、ここで拾ったので、うん、で次左曲がったら出口があると思います。で、こう向いて左でしょ。ああ、私が間違えてました、ごめんなさい。セーブしておきましょう。はい、青顔にね、逃げましょう。あ、よかった、もう14分だ。やめれる。やめれますわ。次、ここでしょう。で、ドーン。あ、違う。出てこなかったね。あ、なんか嫌な感じがする。そんなことないか。私、引っ返しちゃったか。あ、合ってる合ってる。よかったよかった。で、これ逃げておしまい。いいで。あ、2発食らわなかったね。で、これです。ここですね。ここで終わっておきましょう。ちなみに今どこかというと、これは来週の私に対しての引き継ぎです。今ここですね。今ここの場所をこっちに向いてます。東に向いてますね。で、次、今ここに取りに行ったので、こう行ってください、今度ね。で、それが終わったら帰って、今度ここにね、ここまで戻ったら、今度こっち入って、この8番を取りに行ってください。8番航路なんだね。
この航路はあれですね、階段とかあの降りれるので、上がったり降りれたりできるので、これね、航路ね、上がったり降りたりもできるので、これね、航路、これね、下の階の同じ場所に移動とかあるんで、まあちょっとはてなって入ってますけど、これがあるので、必ず必要だと思います。あった方が全然いいと思います。大槌もあってめちゃくちゃ便利でしたから、まあそんなことを言いますと言ってるので、あ、これ違うね、ごめんなさい。まあそんな感じで、うわぁ、また外しちゃった、ごめんなさい。よいしょ。なので、今いる場所からは、次はこれを取りに行って、また帰ってですね、帰ったらここに出てくるので、で、今度こっちに行って、ここかな。で、こっちでどんどん探索してってくださいね、というわけで終わっておきたいと思います。それにしても、パート80何部でしょ、今。解けるのかなってね。まあ、いつでもぶん投げる準備はしてますのでね。そういうわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。